いやー、刹那啓介だよ。ウィス、やっていきたいと思います。極少女、ジ・エンド。確かね、前回ここでセーブしたけど、それはこの下に降りようって、次からこの下に降りようって思った件だったと思うよね。確かさっきの回は全部調べ終わった状態で終わったと思うよね。なんこれ、なんかすごい絵がある。学校なのにこんな絵あるんや。走る犬、作者リーペン、はい、東ドラ。あ、これ作者さんじゃない？このゲームの作者さんじゃない？東ドラさんって。リーペンって何か知らんけど、リペンなん？リペン、ショパンみたいな感じ？ショパン、リペン、ショパン、リペン、東ドラ。ショパン、リペン、東ドラ。あ、今日から早口言葉として使いますよ。3回言ってみてくださいよ。多分噛む。俺だったら噛む。走り回る白い犬が、自分の毛を汚し、自分だけの、毛色を作り出す、そんな様を描いた作品です。詩人ですね、作者さん。あ、今の詩じゃなかったけどさ。幻想的ですねって言った方がいいな。これこっち行けない、行けない、鍵かかりすぎ。まあ夜中やしさ、ここなんか廃校になった感があるけど、そうかもしれんけどな、当たり前かもしれんけどな。だからなんで俺ら入っとんなって話になりますけどね。あ、びっくりした、びっくりした。ジパングでないか。久しぶり、久しぶり、久しぶりってのは久しぶり。セーブ。ありがとう。久しぶりってのは久しぶり。あ、ここトイレだった？ここトイレだった？よう見たらね、便器ある。なんかおるで。少女どうした？え、あなたが花子さんですか？しゃべれやー。ノータッチ。ノータッチミーだった。ノータッチミーだったよ。なんかイベントでもあればいいのに、ノータッチミーだったね。普通イベントあるでしょ。あ、こっち行く前にこの回全部調べよう。あ、ちょっとこれ暗くて見えにくいよね。俺プレイショー側でもね。あれ行けんの？あれこっち行けんのか。え、呼んでるよ。呼んでるよ。呼んでますよ、アサゼルさんですよ。あ、サビとんかいな。呼んどいてサビとんかいな。中から、え？なんかすごい暴言ポイントがある。犯人はやつ。やはりな、俺もそう思ってたんだ。おい、まだ俺、ポート、なにこれ、ピアクリアして、ポートピアクリアしてないんだから言うなよ。レトロゲームの話で盛り上がってる。何の話じゃ。犯人を癒す。犯人とか、推理系の話しよったんだ。知らねえよ。そんなこと知らねえよ。しかも、トン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 ってな。教えるな、教えるな、教えるなってことを伝えようとして、トン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 ってなんか叩いてきようんだ。そういうことか。多分向こうには、あ、光っとる。ちょっと光って見えた。光って見えた。なんか気のせいか、気のせいかもしれんけど、この辺光って見えたけど、なんもないな。気のせいだったわ。気のせいだったわ。俺ちょっと目おかしいかもしれん。いや、そうじゃないよ。このゲームな、暗くてね。暗くてね、あんま見えにくいんですわ。ちゃんと俺、明るい部屋でやいよるよ。テレビを見るときは、部屋を明るくしてるの、明るくしてやけんな。そういう状態ですから。あ？靴箱か、これ。いや、一つ一つ調べたって、靴箱の中には靴ぐらいしかないわな。しかも、ここ誰もおらんのやけん、その靴さえないと思われる。これ、てん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 とか言うでさ、なんかアイテム出てきたらどうする？回復アイテムとか出てきたらどうする？回復アイテムも出んだろ、このゲームは。あ、イベント？鍵が開かないでイベント。ダメです。びくともしません。おかしい、さっき、あ、全部読ませろ、全部、なんか来た。シザーマンっぽい音が聞こえた、シザーマンっぽい。なんかハサミで、デデデンってなんか切った。いや、切る音にしてはおかしいかもしれんけど、シザーマンってことにしとこう。シザーマンっぽいのが来た。かけみやさん。おそらく、例の仕業でしょうね。落ち着いてるな、ハニメさん。私たちがこの扉を開けようとしたのに反応したようです。ん？なんかあるんか、外に。それともなんだ？ずっとこの中に折れて、この校舎の中に折れってことか？そういうことか？それはやべえなやべえです。やべえなやべえです。
心配いりませんよ。いらんのかい。あ、そういうこと。あなたのそばに私がついていますから。あ、そういうことか。あ、気休め的な感じ。かけみやさんはよく平気でいられますね。いえ、平気ではありませんよ。ただ、職業柄、こういうのに慣れていましてね。そうなん？この人の職業何だったっけ？医者だったっけ？え、な、あ、警官じゃ。それじゃあ、夜道の見回りとかパトロールとかに慣れとんな。そういうことじゃ。何の職業されてるんですか？そういえば、あなたには言っていませんでしたね。あ、俺はプロフィール見だけで知っとうだけじゃ。そうじゃ、こいつが言おったわけじゃないじゃ。はじめさんが自分で言うたわけじゃないわ。警察官です。刑事課に所属しているんですよ。殺人事件とかの、あの、刑事さんですか？はい、そうです。私、霊感が強いようでしてね。被害者の魂がたまに見えたりするんです。すげえな。えげつねえな。えげつなさすぎるだろ。殺人現場で、ですか？はい。あっ、こんなこと言いたくなかったのに、みたいな顔してるやん。言いたくなかったら言いたくないでよかったのに。ただ、見えるだけではなく、その被害者が死に際に、放った叫び声の窓が聞こえてしまったりもするんです。怖すぎるです。怖すぎるんですよ、それ。ギャーですか？おえーですか？今のおえって声良かったと思わん？おえーまあいいや。それとも、痛いよ、とかですか？最後の、痛いよ、はよく聞きますね。イエーイ！そんなに怖がらなくても、それより、昇降口の鍵が誰かに閉められてしまったようです。昇降口？その鍵を探さなければここから出ることはできません。おそらく学校で鍵が管理されているところといえば職員室だと思います。そこでここの鍵を探しましょう。職員室なんかどこあったっけ？もう全部が生徒の教室みたいな感じだったような気がするよな、俺。どっか見落としとかないんだろうか。え？これこっちから入ったっけ、これ。こっちから入っ、え？あ、ま、いや、今のなし子さんで。今のトイレのなし子さんでいい。今のトイレのなし子さんで。そういうことにしとこう。ってことは、この辺見たって多分何もないと思うよね。あったら大笑いものですけど。まあ、一応見ます。一応パッとだけ。いや、見たっけ俺。見たな、これ。ここ全部見てからさっきのところ見たよな、俺。何してんだろ、僕は。やな。なんかトントントンって、なんか落ちてるやん。なんか落ちてるの。手紙パート2。ラブレターパート2もしかしてこれ。なんで選択肢出てくるの。そのまま拾えばいいやん。ああ。そのまま広場にいるのにわざわざ選択肢が来る。これは拾ったらなんかまずいパターンのやつな。これ学校の各教室部屋の管理者の名前が記載されているようだ。はあ、先生管理者ね。いや、それよりも職員室がどことかそういうマップが欲しいんですけど、そういう管理者教えられても困ります。まあ、後々なんかあるんでしょうな。あるんでしょうな。うわほい。わあ、久しぶりにビビった気がする。今のは不意打ちすぎる。不意打ちすぎるんですよ。今のは不意打ちすぎた原爆や。不意打ちすぎた原爆。もうさ、どんだけ不意打ちかって言うたらね、ああ、明智光秀がさ、信長が撃ちに来るぐらいの不意打ちっぷりです。わかりにくいね。わかりにくいわ、今の例えは。職員室か。てか、ここも見たけん、もう職員室ないってこと分かっとんやけんな。次のところってか、戻ろう。こっち。でも、職員室っぽいところって言ったらなんだ？あ、最初の方の保健室の近くあるかな？目的も変わっとんか、これ。行動目的ってあったよね。二つの出入り口が開けられるか確認。はあ。あれ？
ここ開いとったっけ。まあいいや。やね、職員室か。ああ、そうだ、ここ階段を降りるならこっちからっていうのがあったんだ。職員室どこだ、職員室どこやったっけ。だから職員室見たっけ俺。まずそっから、まずそっからですよ皆さん。あと視聴者さんの中に職員室ここにあったやろって思った人はコメントください。俺そのコメントを頼りに行ってしまおうかなって思っております。次のパートあたりで、いや次のパートを、まあ、間に合うかわからんけど、コメントを反映できるかわかりませんけど、ですね、あるんかな、本当にこれまで見た中にあったかな。そもそも俺はこっからスタートしたんだよね。こっからスタートして、あ、なんか違うぞ、これまでの教室と違うな。あ、科学室か、そうだった、科学室だったわ。科学室なら関係ないね。出ていきまーす。でも近くにありそうな気がするんよね。そうだそうだ、こんなところもあったわ。なんか一箇所だけ血ついてるところもあったんだったんよな。あーす、あ、行かない、開かない、開かない。だな、どうする、グダグダしてくるぞこれ。だんだんグダグダしてくると思うぞこれ。普通の教室、職員室なんかどっかあったかな。あ、待てよ、ちょっと待って、ここでこれ使うんかな、もしかして。あの職員室が、なんだろう、最初のおった絵の保健室とか、科学室とか、その隣の鍵閉まっとうとこが職員室で、もしかしてさ、職員室の管理の担当の山本先生が、3、4の担任ってなっとうけど、もしかしたら3、4の教室にその鍵が、職員室の鍵があって、それを持って行ったら職員室開くみたいな、そんなパターン？まさかそんなパターン？そのパターンのような、パティンパティンパティンティンティン、パティンティン、今閉まれててないよ。ってことはだ、どこが3の4か知らんけど、って待てよ、ラブレター、まさかな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 、あ、ちゃうわ。いや、西条元也と一緒にさ、クラスとか書いてなかったっけなって思ってやってみたんですけどね、なかったね。3の4はあそこだみたいな、ある程度の推測になると思ったんですけどね。ちくしょう、違うな。3の4。3ってことは、多分3階ってことなんだろうな。3年の教室、3階。下の階から1年、2年、ちゃうな。よく考えたらあれじゃ。一番下はなんか、職員室とかそういうタイプの番、なあ、せっかく右行ったのにオイレンっていう事実があるからな。左から追い方あかんのよな。つまり4階かな、一旦下まで行ってさ、ちゃんと4階がどこかって見て、あ、1階になった、4階のところまで行かな、多分4階だと思うよな。これで間違っとったら俺は何してるんだろうな状態。3階に行きました。あれあれ、これ3階だったっけ、3階だったって、俺4階あったような気がするんやけどな。あれ。やべえ、俺なんかこのゲームに、ほら4階あるで、4階あるやん、騙されかけたわ。自爆やけど、ぶっちゃけ自爆やけど、ここのどっかにあるんじゃないかと思われるわけです。まあ、かんやけどね。どっかには何も入ってない。え、じゃあどこやっけな。最悪攻略サイト見てくるとか、そういう処置も取る、そういう処置。噛みよる、そういう処置も取る、そういう処置もね。3の4がどこかっていう、そういうのがあってほしいところです。ないね。あれ、俺の考え間違っとった、パティーンのやつ。ああ、でも最初から
見てきよったっけんなって考えたら間違っとったんだろうか俺の推理は間違っとったんだろうか。やべえ積んできた、やべえ積んできた。時間も時間なんでこの辺で終わろう、この辺で終わってしまおう。というわけで次回ちゃんと俺が鍵を探せているかは分かりません。大丈夫かな。皆さんあんまり期待しないで待ってくれてください。では仕上げ。パソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、佐々木圭介の動画を見よう。